から D の夢が膨らむ。ブクブクワクワクゴシゴシゴシゴ。いいですか？おトイレは休み時間に行っておかなくてはいけません。でも授業中におトイレに行きたくなる時もきっとあるわね。無理に我慢したら体に悪いわ。だからそういう時は先生に合図してください。こういうお約束にしましょう。もしおしっこしたくなった時はこうして指を一本立てるの。大きい方がしたくなったらこうよ。いいですね。合図して、それからみんなのお勉強の邪魔にならないように静かにおトイレに行くのよ。はい。 D の大文字はこう書きます。小文字はこんな形。はい。 リンゴが2つ、もう1つ足すと3つ、もう1つ足すと、はい、豚さんからは美味しいお肉が取れます。他にもいろんな家畜がいます。牛さん、鶏さん。どうしたのレオナルド？先生、指を何本立てたらいいのかわからない。早く教えて。レオナルド、前に説明しましたよ。おしっこの時は1本、大きい方の時は2本。そうじゃない時は、え、僕今ものすごく変をしたいんだ。へ？ああもうダメ。あんた、何食べたの？あ？白でも黒でもない時ってあるよな。数学の教師やったからそれが分からへんかったんかな。いや、現代人は不安が強いから何でも白黒に決断して安心したいんじゃないかな。ブヒブヒ？え？ああ、そうだよ。俺のことだよ。俺もウサギなんだか人間なんだかはっきりさせたいんだ。またその話か。チョボタンはチョボタン、どちらでもないところに個性があんねんから。